不足は何で、どうやったら埋められて、それはどう作ればよいか、が分かっていれば、人間の想像力は、それ、を作ることが可能。その意味でその先は無限ループであり、これ、をうまくできると、基本的には、新薬、をする必要がない。作家などが陥る、随用状、そういう愚行をせずに済むわけだが、ただ確かに今、自分の境遇の打開、それ、になんとも、突破口は見えず。心理的にはなんとも破綻なく、維持できていても、その辺も幸いだ。問題は表側のシステムにある、のだ。大事なものを排斥してる結果で表側は増えない。自分は悪くない。その事実は、何かの安定にはつながる。ともかく創作的な面においては、まだ活力はある。しかし、昔できたことが今、できない。現実はあるいは重い。いろいろ理由をつけても、失った。それはショック。